高野花が退職を発表した2018年親方が一門から離脱したことに伴い貴乃花一門は消滅日本相撲協会は全てに部屋は必ず一門に属さねばならないとの決定を下したため部屋がなくなれば相撲ができなくなる力士たち全員が茅ヶ浦部屋への移籍を希望していますと話す貴乃花親方の要請を茅ヶ浦は力士たちのみならず。 裏方全員を迎える器量を見せました貴景勝も千賀の浦に救われた力士の一人です当初は恩義を感じ問題なく過ごしていたようですがなんと恩人のはずの千賀の浦との不仲が噂されていることをご存知でしょうかなぜ貴景勝と千賀の浦に不穏な空気が漂い始めたのかそこには貴景勝と彼の家族も関係しているようです貴景勝1996年 兵庫県足屋市生まれ本名は佐藤貴信高野花の高と織田信長の信を取ったようですねご両親は高野花の代のファンであることと天下を取るんだぞという強い期待と思いを感じます身長175センチメートル体重165キログラム得意手は月、押し高景勝は4年生から高野花部屋が運営していたちびっこ相撲教室で 中学では中学横綱高校では世界ジュニア選手権で7つのタイトルを獲得その後憧れの貴乃花部屋に入門します貴景勝は初土俵から10場所目で幕下優勝を決め新十両に昇進最高位は大関と出世街道を突き進みました高校時代から相撲に対しては真摯に取り組んでいた貴景勝ですが 所属部屋であった千賀の裏部屋の大きな転換期の波に飲まれ徐々に関係を悪化させていきます千賀の裏親方の男気貴景勝はもともと高野花部屋に所属する力士でした親方である高野花の引退に伴い所属する部屋をなくした力士は場所に出場することができなくなってしまうことから高野花部屋の力士たちは存続の危機それを救ったのが同じ一門の千賀の裏部屋 貴乃花の兄弟子だった茅ヶ浦は貴乃花部屋で部屋付きの親方をしていたこともあり貴乃花からどうしても茅ヶ浦親方にお願いしたいと言われたようです責任感の強い千賀の浦は自分が引き受けないと力士たちの行き場がなくなってしまうのはあってはならないことだと貴乃花の申し入れを承諾これにより力士17人行事や呼び出しが6人いきなり大きな部屋となります 遺跡直後の貴景勝は「環境の変化に番付を上げていくことしか考えていない関脇になりたい」と力強く語りました行き場をなくした貴乃花勢の危機を救ってくれた茅ヶ浦部屋の力士同士も仲良くやっており貴景勝たちはこれから恩返しをしていくと思われましたが茅ヶ浦の男気も虚なしく貴景勝との確執の噂が立ち始めてしまいます 千賀の裏親方の言うことを聞かない角番だった貴景勝は7月場所で右膝の怪我で休場し大関から陥落貴景勝は出場したいと親方に話しましたが千賀の裏は秋場所で10勝すれば大関復帰が叶うのだから今は休めと諭しましたそれに貴景勝は拗ねてしまい休場を決めるのに半日かかったそうです また、貴景勝の大関昇進パーティーが行われたときのこと。貴景勝の父である佐藤和也氏が、パーティーのご祝儀で集まったといわれる約4200万円のうち、会場代などの支払いを済ませた残り2700万円を持ち帰ってしまいました。力士の結婚式や昇進パーティーなどのイベントの主催者は相撲部屋です。そのため、通常は親方夫婦が親代わりとなるため。 衆議の約約6割割をを親方残り約4割を力士ががもらうことと多いい言われています貴景勝の実の両親である佐藤氏はゲスト扱いになり、祝儀を持っていく立場、ゲストがご祝儀を持って帰るという話は聞いたことがないですが、佐藤氏にも言い分があるようです。2004年、朝青龍は結婚披露宴のご祝儀の取り分をめぐって。 親方である高砂親方と喧嘩する騒動がありました。佐藤氏はこの話を引き合いに出し、昇進パーティーでの親方の取り分を千賀の浦に事前に相談します。千賀の浦は取り分はいらないと佐藤氏に話しました。しかし佐藤氏は自分の息子の昇進パーティーなのに、ご祝儀を部屋で管理することに不満があったようで、佐藤氏は警備員にご祝儀を管理してもらった方が安全だと主張します。 なくすすここととや部屋がピンハネすることを恐れたのでしょうか貴景勝にはお前の金なんだから自分で持って帰れと電話で手を回し貴景勝はそれを了承佐藤氏の動きを察した賀の裏は佐藤氏の不満を解消するためにホテルで金をを数えることを提案しましまたそれに同意した佐藤氏は昇進パーティー当日に民間の警備員と税理士を連れて行く徹底っぷり。 第三者を交えてお金を数えることになりましたが、千賀の浦はパーティーの主催をしているので、主催者がお金を数えるために席を外すわけにはいきません。もともと部屋にお金を入れるつもりはなかったので、千賀の浦らがいなくても問題がないと考えていた佐藤氏は、ご祝儀から会場使用料をホテルに払い、残り約2700万円をそのまま持って帰ってしまいました。その後持ち帰ったお金は、 貴景勝との約束通り貴景勝の口座に入金後日部屋からパーティーにかかった処刑費の請求書が佐藤氏に送られてきましたが佐藤氏はそれにも不満を漏らします部屋のお金の管理は基本的に女将が行うことになっていますが佐藤氏は請求書も怪しいところがあったおかさんが金に汚いからと不満げな様子 パーティーの招待状の切手代から返礼品の購入代まで一旦部屋で建て替えているので高額になるのは必然のような逆にご祝儀を持って行かれた親方の方も不満を感じていきますそのような事情を知ってか知らずか佐藤氏だけではなく貴景勝も女将に不満があるようです女将さんが親父の悪口を言ってそれを信じてる部屋の力士とは 口を聞かないと貴景勝は言っていました。これが理由で部屋の世話になりたくないと思い、部屋のちゃんこも食べなくなったそうです。一緒にちゃんこを囲むことで部屋としての結束が生まれるので、力士が部屋のちゃんこを食べないなんて考えられません。理屈を並べて自身の正当性を主張した佐藤氏でしたが、この問題を放置していてはまずいと思ったのか。 佐藤氏は、後日改めて週刊新潮の記者に連絡を入れました佐藤氏は貴景勝は部屋に300万円を持っていったこと、ちゃんこを食べないこともなくなっており、今は仲良くやっていて、自身と貴景勝は、血賀の裏を信用していると釈明。しかし、佐藤氏は、お上に対しては不信感があります。部屋に入れるお金も50万円、100万円くらいでいいんじゃないかと思いましたけど。 と不満を漏らしましまた実の父親が入ったことにより品格が重要視される各界において金銭面の執着を露呈してしまうことになった貴景勝ですが貴景勝の血がの裏に対する無礼は止まりません2019年8月貴景勝は部屋の夏合宿に参加しませんでした母校の埼玉栄高校に出向いて調整したというのです 千賀の浦親方よりも母校の恩師のもとで稽古したことで両者の溝はさらに深まってしまいますまた同月貴景勝はモデルの女性との婚約を発表しましたが茅ヶ浦は同性どころか交際していることすら知りませんでした普段からお世話になっている茅ヶ浦に対し婚約を考えている女性がいることを伝えていないのは無礼のほかなりません 千賀の裏は貴景勝を晴れ物を触るような扱いをしており、自身が貴景勝に話しかけないのは、彼のペースを崩したくないからだと言います。自分の相撲人生が断たれるところを救ってくれた千賀の裏に対して、恩を仇で返すようなことをしている貴景勝。なぜ貴景勝は千賀の裏に懐かないのか。そもそも、指定関係ができていないんですと指摘する声もありますが、 貴景勝や彼の両親が高野花に傾倒していることに理由があるようです貴景勝の父である佐藤氏は高野花の指導に感謝しており高野花部屋での4年間なくして今日はありませんと話しています自分の意思で千賀の裏部屋に移籍したわけではないので今の親方は千賀の裏でも育ての親は高野花という意識が強いのかもしれません しかも千賀の裏親方は鷹の花部屋の部屋付き親方でした。加えて千賀の裏の現役時代の最高位は小結び尊敬する鷹の花や鷹景勝より番付が下の親方の言うことは聞いていられないということでしょうか。鷹の花は力士たちに礼節を重んじて教育してきたと話していますが鷹景勝にはその礼節を千賀の裏に対しても行ってほしいものです。 2021年2月16日、千賀の裏部屋は名称変更して、時輪山部屋になりました。千賀の裏と貴景勝には新規一点頑張ってほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると大変嬉しく思います。何より励みにもなりますので、何卒よろしくお願いいたします。